海9回、海 -9 パンサー飛行する、海9回から222,567号機海9回、海 -9 クーガー飛行する、海9回から8 4 1 1 4十号機海9回は、アメリカ合衆国のグラマン社が開発し、アメリカ海軍などで運用された環状戦闘機。1962年の命名規則変更により、一部のパンサーと大部分のクーガーは、 回9回から回マイナス9となった。回9回階マイナス9パンサーは回9回の内前期の艦上ジェット戦闘機。グラマン社が製造した機体としては初、アメリカ海軍の採用機としては FH、回 2H、回マイナス2に続く3番目のジェット機。回4回、ワイルドキャット以来のグラマン社製品、猫戦闘機らしく頑丈で生産性に重点が置かれ。 円形断面の太く短い胴体に直線翼を組み合わせた手堅い設計となっている。愛称のパンサーはアメリカの用法でピューマを意味する。階級階、階マイナス9クーガーは階級階の内航機の艦上ジェット戦闘機である。主翼の後体翼化などの変更により総合的に性能が向上したことから F3H。 世マイナス3と共に1960年代のアメリカ海軍航空部隊における戦力となった。愛称のクーガーはより限定的にピューマを意味する。クラマン社においてジェット戦闘機の開発は1943年から開始されており、1946年4月には総発複座の G-75 ンが XF9 回から1としてアメリカ海軍から発注されている。 これは1946年12月に単発単座の G-79 案に発展したため、XF9 回から1はキャンセルとなり、G-79 案を XF9 回から2として開発が続行された。XF9 回から2は3機が製作され、1947年11月21日に初飛行している。XF9 回,回から2は、 量産化が決定され、階級階から2として1949年から配備が開始された。パンサーは朝鮮戦争に投入されたが、直線翼で構成された機体デザインは、Z 戦闘機としては明らかに古い設計思想に基づいたものであり、空力的な性能において同世代のライバル機より劣っていた。結果、戦闘機としてよりも、 主に対地攻撃機の代用として運用されることとなった。しかしながら、性能差を搭乗員の技量でカバーするなどして、ミグマイナス15を含む多数の敵機を撃墜しており、朝鮮戦争を通じて、戦闘で失われた64機の F9 回のうち、空中戦で撃墜されたものはたった1機のみであった。1950年11月9日には、 米海軍の WTA 面少佐が F9 海から2デミグ -15 を撃墜し、米海軍初のジェット機撃墜を成し遂げている。朝鮮戦争休戦後は改良型のクーガーと交代する形で第一戦を退き、主に無人標的機として使用された。アルゼンチン海軍は1957年に中古の F9 海から2を24機、加えて1962年に 新品の TF-9J を2機購入し2個、飛行隊を編成、南米の海軍で初めてのジェット機部隊となった。マイナス -2 型からマイナス5型まで試作機を含めて合計1388機回9回、クーガークーガーは、パンサーの主翼を直線翼から後退翼に改良した機体である。 朝鮮戦争で活躍したパンサーは頑丈で信頼性が高く扱いやすい機体ではあったが敵である東側諸国が使用するミグ -15 やアメリカ空軍のカ八 -86 等の後退翼を有する戦闘機に比べると性能面で見劣りがしたそのためアメリカ海軍はグラマン社にパンサーの後退抑化を要請したグラマン社は1947年の段階で 外球界の交代翼機案を検討しており、これをもとに外球階級から6として開発することとなった。しかし、広大な滑走路を使用できる陸上機と異なり、限られたスペースしかない航空母艦からの発着艦をこなさなければならない。艦上機は直線翼と比し、交代翼は不利であったが、大型フラップ、自動スラット、スポイラーを導入することにより、 パンサーの性能をしのぐ艦上戦闘機となった。初飛行は1951年9月20日。1952年から部隊配備が始まり、60年代初めに戦闘機型が退役した後も練習機や連絡機として1974年まで使用された。また、アメリカがベトナム戦争に参戦した後、 複雑練習機型 TF-9J が1965年から1967年頃までファクに投入されていた。なお、クーガーの後継機となったグラマン回11回、タイガーは開発当初予算対策上、回9回から8や F9 回から9の名称を持っていた。ありがとうございます。